教えて三輪先生。三輪先生、三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター、並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺っていきます。三輪先生、よろしくお願いします。お願いします。12月に入りまして、もう雪も降りました。いよいよ今年もカウントダウンに入ってまいりましたけれども、さてそんな中ですが、教えて三輪先生のコーナーということで、リスナーの方からメールをご質問をいただいております。ありがとうございます。早速よろしいでしょうか。高山市内で地元の郷土料理を味わえるお店を開業したく準備をしております。ターゲットは外国人を含む観光客が中心ですが、高山にお客さんが来た時におもてなし接待で使えるようなお店にもしたいと思います。そこで立地はどこがいいのか、また来店客に喜ばれるようなプラスアルファのサービス、過去サプライズを考えるにあたってどのような切り口で考えたらいいのか教えていただけると幸いですというねメッセージをいただいております。教えて三輪先生ですからね。教えてください。教えていただけますでしょうか。そうですね、まず外国人を含むとありますけども、外国人ということでまずお話ししますとですね、彼らはですねやはり地元でしか味わえないっていうものは探してますから、これはいい郷土料理ということですね、食いつきはいいと思いますよ。ただですね、これをどう見せていくか、これは大事な要素ですね。でもうバリバリの日田弁だけでは通じないですよね。そうですね。ですからそこは片言でもいいので、単語で伝えるぐらいのことはできるようにした方がいいですよね。あとまあポスターとかもそうですし、郷土料理だからといって日本語オンリーではちょっと大変です。伝わりません。フリーペーパーなんかも外国人向けのフリーペーパーなんかも出てますから、そこにここでしか味わえないっていうようなキーワードを振り込んで、あとですねシズル感に訴えるっていうんですけども、文字で美味しい美味しいと10回繰り返すよりも、例えば湯気が出ているお料理の写真をバンと前に出すとかですね、それを美味しそうに食べようとしているシーンをポスターとか広告に載せるというのですね、それはシズル感、シズル感というのはジュージュー食べるみたいなね、そういう五感に訴えるっていうことですけども、そういった要素での見せ方、これはとっても重要な要素になってくると思いますね。それはまあ日本人でも同じような訴え方はあると思います。あとは外国人もう一つ言いますと、宗教的な理由で食べ物で NG とかあります。そうですね、イスラム教で豚肉が NG とかあります。あとは宗教的ではないですけれどもベジタリアンという方もいらっしゃいます。いらっしゃいますね。お肉勘弁なんですよね。でもそういう人にも美味しく食べていただくには、じゃあいわゆる代わりになるもの、大豆を使ったお肉の食感とかもありますよね。そういったところは必ずそれを出すということではなくて、お客様のそういう好みとか、宗教的な理由とかを来られる時にね、入店の際に伺うような工夫、これがあるのが重要ですね。こういったことなしに、これだって言ってですね、これが高山の郷土料理だってドンと出してもですね、食べれない、無理なものは無理なんですね。いやでも美味しいもんだから食べてくださいって無理強いはね、するとお客さん逃げちゃいますよ。そうでしょうね。ですからそういうアレンジを上手にするっていうこともきっと必要になってくると思います。それは、やはりですね、開店を準備する
段階からやっておく必要がありますね。そういった工夫をして繁盛しているお店も高山市内にもあります、はい、そういったところを訪ね歩いていただくというのもちょっと事前の準備の段階で ね、 やっていただけるといいかなっていうふうに思いますね、はい、確かにあのお店ありますので、それでどうしてそれだけ外国人のお客さんが訪れているのかというところなど、はい、その目でお店の方と対話してみるとそうですね、よくわかると思いますよ。実際に、まあ、こういうことだっていうことがね。なるほど、はいはい、あとはですね、接待をもてなしで使えるということですと、ある程度何らかのパフォーマンスが必要なんですね、うん、それは、宮川沿いの眺めが良いとか、北山公園からの方、山の上からの眺めが良いっていうのもいいですけれども、はいはいはい、そういう窓を大きく通るんであれば、眺望がいいっていうことですね、はい、眺めがいいってことが必要ですね、うん、もしくはそういう場所が選べなければ、中でのパフォーマンスですね、参加型、役のをやらせるっていう言い方は良くないですけども、自分で七輪お客さんごとに置いて焼いてもらうとかですね、まあ、ほば味噌の定食とかそういうのよくありますけれども、もう一つ自分で、例えば串に刺す工程をお客さんでやってもらうとかですよ。そんないろんな何らかの食にまつわるパフォーマンス、あるといいですよね、はい、そういったことで、食べる前から楽しめる、食べた後も楽しめる、あと最近はいわゆるインスタ映えと言われている写真に撮って、必要ですね。ですから郷土料理でもちょっとアレンジをするってことですね、それは来られる方の国の情報は上手に察知して、簡単な話は国旗を立てるっていうのだってあるし、喜ばれます ね、 そうですね、いろいろとそうやってお客様が喜ぶものは何かっていうことですね、提供する側の地元の郷土料理というこだわりだけではなくて、そういうお客さんの喜ぶ要素を上手にそこに盛り込むってことですね、はい、それは先ほど話したように宗教的な理由もあれば民族的な理由もあれば、食事の嗜好っていうのもあります、はい、そういったことを的確に察知して料理に反映するということと、お店の装飾であったり、パフォーマンスに生かすっていうことですよね、なるほど、それがあるといいですね、はい、あとは趣味がいろいろあれば、そういったものを前面に出す、音楽だったらライブやっちゃうっていうのもありですよね、そうですね、そうするとそれは参加させちゃうぐらいですよね、そういう参加型、何事にしても、まあ、観光は参加型が人気ですかな、はい、確かに郷土料理をね、お寺の厨房を借りて調理して食べるっていう、そういうオプショナルツアーをやってている人たちもいます。ですから、それぐらいいろいろ可能性を探りながら、場所はですね、出物を探すしかないから、ここでっていうのはなかなか難しいんですけれども、ある一定の観光客が歩いて来やすいところがいいですよね、郊外だったら大型のバスが止めれるとこじゃないといけませんよ ね、 そ、 うですね、それはそれぞれ方策によります。大型のバスを受け入れるんであれば、逆に郊外に持ってって大型の駐車場を確保するっていうやり方ですし、街中ですと歩いてきやすいところいうところになると思います。はい、はい、なるほど。その今立地について伺ったんですが、お店そのものはどうですかね、どんな建物とか、これはね、今時はですね、市内にも空き家とか空き店舗っていうのもあります、どんどんそこにはですね、入っていただきたいということで、高山の市役所さんもですね、国もですね、県もですね、そういうのに補助金つけたりします。古民家とか町家のいわゆるリノベーションですね、そこに補助金なんかもつきますから、いわゆるそういう居抜きの物件、もしくは居抜きじゃなくても町家、厨房は居抜きじゃないと厨房作る必要ありますけども、まあ、そういう空き店舗空き家を上手に活かすっていうことですよね、郷土料理っていう雰囲気にも合うものがいいですよね。そうすると補助金が出るということは、その資金の壁も随分そうですそうなんです
ある程度、楽にスタートできます。やはり観光客をおもてなしをする事業に対しては、やっぱり増やしていかなきゃいけないですから、うん、そうですね、そういう補助の制度もありますから、うん、有効に活用していただきたいところですね。はい、はい、なるほど。プラスアルファのサービスっていう、そのサプライズっていうところも、やはりあのその参加型ということ、そうですね、こんなことまでできるんだみたいな喜びとか、そうそう、はい、とかその裏側とかですね、どんなところで育ててますとかですね、ただですね、そのアルファプラスアルファのサービスも民族によって思考違いますから、やっぱり欧米人向け、欧米人といってもヨーロッパの人とアメリカの人では食生活も違います、生活習慣も違います、はい、日本人にとって欧米人って言いますけど、ヨーロッパ人、アメリカ人違いますね。それはアジア人って言われたって日本人と中国人と韓国人違うのと一緒です ね、 いすね、はい、そういったところを早いうちに入店する前に予約の段階で分かれば一番いいですけどね、一元さんでポッと来られる方の場合は、やっぱり受け入れて席に誘導するまでに会話をするってことですね。そういう意味では郷土料理のこだわりも大事ですけれども、接客応対のスキル、コミュニケーション、基本的なですから、もうコミュニケーションの苦手な板前さんだけではちょっと難しい頑固一徹ではだけではちょっと今時の特に観光客を受け入れるっていうところは、もう常連さんだけ、こだわりの客しか受け付けないっていうところだったらいいですよ。いいですけどね、一般のお客さん、それかもそういう今時ですと SNS で口コミで広がってっていうと、いろんな人が来られます。そしてそれぞれにきめ細かに実は対応しているところが繁盛しているところなんですね、はい、なるほど。やっぱお客様も嬉しいですしね、はい、そのきめ細やかな、 そこまで分かってくれてるんだ。そうすると一品増えます客単価増えますよ。なるほど、分かりました、はいはい、今日はあの宮先生にたくさんのヒントをね、いただいたと思いますので、はい、ぜひあのこの方は参考にしていただいて、またどんなお店を、ね、開業されるのか、その、あの、その後もちょっと気になるところがありますけど、そうですね、初めて見ましたか、はいはいね、みたいな、はい、ちょっと、はいはい、相談来ればここでそうですよね、お答えします。はい、はい、ぜひお待ちしております。今週も三輪先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、hitsfm@hidanet.ne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生。三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。
今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺います。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。さて、先週はお店を開業したいという方から、いろいろご質問をいただきまして、三輪先生にたくさん教えていただきました。ちょっとねまとめてお話しますとね、まずターゲットがあってコンセプトがあって、利用シーンがあって、この3つのステップで物を考えるんですね。飛騨高山の郷土料理で出すぞっていうのは出す側の都合ですけども、やっぱりどういうお客さんが来て、その人が何を求めていて、どういう空間場面として食事をするのか、ターゲットコンセプト利用シーン、この3つを心がけて準備する、それがおもてなしにつながるんですね。ただただ郷土料理美味しいですって言ってても美味しいかどうかお客さんが決めることですからね。なるほど、ついこのお料理に固執してしまいそうなところもありますけれども、ついつい、でも、世の中の評判で行列できて並んだけどそんなでもなかったっていうよく聞きますよね。あります、でも並ぶんです。それは料理の味以外のところに何か人を引きつけるものが間違いなくあるということですね。行列自身がそうだったりもします。なんかいろんな仕組みといいますか、世の中には、あるんですね、仕組み仕掛けがあってですね、日頃皆さんは従順にそれにですね、従ってるというか、言葉悪いけど流されてるというかっていうことですよね。そういうことですね。自分の意思で動いてるとか選んでいるつもりでいますけれども、実はそうじゃなくて選ばされてるっていうことですよね。その裏側を日頃このコーナーではお伝えしてるわけですね。そうなんですよね、お聞き逃しのないようにしていただきたいと思いますが、今日もまた先生レアな、そうです、12月クリスマス商戦とかもありますから、どのように情報発信すれば、だんだん人が欲しくなるか、最終的な行き着く頃はテレビショッピングとかラジオのそういうショッピング番組が短い時間で、フリーダイヤルに ね電話殺到ですよね、その仕掛けを教えしますが、知りたいです、目的別情報発信3つのステップということで、3回に分けてですね、伝えしていこうと思います。ぜひよろしくお願いします。1回目の今日は、まずはですね、どういう種類が3つのステップであるかっていう概略からね、お伝えしていきたいと思います。まずですね、目的別ということで、まずそもそも皆さんは知らないので、初めに情報をやはり受け止めてもらうためには、聞いた情報から興味を持ってもらわないといけませんよね。だから興味関心を持ってもらうための情報、そのためにはいきなりいいもので使いましょうって言っても、決断には至らないわけですね。ですからまずは純粋に相手に商品とかサービス、そういったものの情報を伝えるという意味では、情報提供型の情報発信、これをまずする必要があります。これはこういうものなんです、今まで世の中になかったですぐらいのことは言ってもいいですいいものかどうかはまだ言っても、それはお客さんに判断を委ねるんです。まずはシンプルに その情報の商品の情報を的確に、ただですね、10個も20個も特徴言っても、もうそんなに捉えられませんから、基本的には3つで言うんです。3つ、私の番組全部3つですよね。そうです、そこにミソがあるわけですね。そうすると3つまでは人はね、捉えられやすいんです。それは一つの仕掛けですね。情報提供も3つのポイントに取りまとめる、今回も目的別情報発信は3つのステップですね。これ5つあるって言うとね、もう皆さんもうちょっとついていけないになっちゃう。確かに、純粋に相手に何らかの情報を伝える際には分かりやすく3つにまとめるってことですね。なるほど。それが分かったら2つ目のステップです。興味関心を抱いてもらったので、次は理解納得してもらいたいから、そういうものなんだ、でも
きっと他にもいいものあるかもしれないって比較検討しますけども、うん、はいはい、まずは正確に理解してもらう必要ありますね、うん、そうですね、はい、何らかの要するに買いたいとかお店に行きたいとか物を買って使いたいとか、車を買って運転ドライブ行きたいとかね、そういうような活動を行う方法を解説するという意味で説明型ですね、はいはい、車で言えば説明と情報発信提供の違いは後で詳しくお話しますけども、見た目っていうのは情報提供ですね、うん、実際に運転席に座ってエンジンかけて運転し始めるっていうのは説明ですね、うん、そういうようなステップ、いきなり運転席に座らしても、どういうものか分からなかったら想像がつかないですね、徐々に徐々にやっぱり実感を沸かせる、五感に訴える仕組みなんですね、はい、まずは興味を持ってもらう情報提供型、そして理解のとこをしてもらう説明型ですね、それでようやくですね、あ、なんかいいものかもしれない、だんだん欲しくなってきたっていうふうになるわけです。でもそれではじゃあ買おうっていうのはいきませんね、そういう意味で決断を迫る相手が本当に欲しいとか、何らかのサービスで生活が変わるとか、それを求めるための情報発信は説得型ですね。説得型。でも説得って言ってですね、押し付けるんじゃないんです、うまいステップがあります、テレフォンショッピング押し付けてないですよね。押し付ける番組もあります、時々、はいはい、注文が殺到しています、あと残りって、これはねだいぶ押し付けるんですけど、あ、そうです、焦らせて、はいはい、焦らせて、そういうのもありますけども、はい、だんだん欲しくなってくるっていう説得の仕方っていうのがあるんです。これは日頃は誰も教えてくれません。なぜだと思いますか？売れちゃうから売れちゃうじゃなくて、その方法を教えちゃうと、はい、バレちゃって、欲しいと思わなくなっちゃうって売れなくなっちゃう、逆に。あ、そうですね、あ、上手に言ってるけど言ってるんだ、うん、そう、その仕掛けは教えられてないんです。ですから、あ、なるほど、従順な消費者として日本人の皆さんは飼いならされてるんですね。あ、そうなんですね。これマーケティングを勉強すると、そういうことっていうのは仕組み仕掛けが分かってくるんです。もしくはもうちょっと言うと、アメリカはそういう消費行動っていうのを分析したり、いわゆるマーケティングの学問っていうのが進んでるんです。どうすれば売れるかっていうことをね、日本人はそこまで従来研究検証してません。アメリカから入ってきているんですけどね、マーケティング、なら、あのテレビショッピングで激烈に売るのは日本のメーカーさんも、メーカーさんというか会社さんもあるけども、欧米ものっていうのは結構ね、派手な演出で、うん、そうですよね、そういうのは向こうにそういうマーケティングの手法が解析分析されてるからです。それは最終回ぐらいにきっちりやりますよ。あ、気になりますね。はい、それは皆さんへの最終回25日はクリスマスプレゼントですね。あ、楽しみですね。まだまだサンタさんが来るのが、はい、物が売れるようになります。そうなんですか。興味を持ってもらう情報提供型、そして理解を得てもらう説明型、そして決断をしてもらう説得型、この3つのステップで情報を発信していくことによって、欲しくなる、来る、だんだん欲しくなる、買っちゃった、人にも教えてあげよう、こうなってくるということですね。このように情報発信にはものの伝え方ですね、はい、ステップがある、手法がある、言葉の順序があるということです。日本人は作文は起承転結、それしか回りません、何でも起承転結っていうけど、前にもお伝えしましたけども、起承転結っていうのは漢詩の世界のですね、中国から来た詩の世界です、はいはい、まあ、日本でいう五七五みたいなことですよ、起承転結っていうのは、はいはい、それは物が欲しくなるということではなくて、文学的に面白いっていう、確かに、はい、
まあ、日本の文化でいうと俳句の世界ということですね、はいはいはいうん、それの中国の詩の世界が漢詩の世界が起承転結だということだけでありまして、うんうん決して物が欲しくはならないです。それでうーんついはこの物事を考えるにあたってやっぱり起承転結起承転結がベースになってしまって刷り込まれてますので、はあ、それならいいんだってなってんです、ね、そうですよね。それじゃだから教えられてないですよ。そうなんですね。だからやっぱりお店を経営されてる方も起承転結でも何か商品の良さを伝えようと思っちゃうんですよ、うん、されてる方も多いかもしれないですよね。そうするといいものらしいことは分かったけど別に欲しくないって言われるんです。へ、はい、それ欲しくなるまでには至らない。しょうがないんですよ起承転結では。そうなんですか。興味関心までは持ってもらえる、はいはい、ってことですよ、うん、文学の世界だから、あその先に進まないということですね。そう決断にまでは至らない、うん、お金を払って買って帰るってことにいかないってことですよね。だから興味持って理解まではできるかもしれない、文学の世界だから、はい、でもそれでは購買行動にまでは至らないってことですね。そこは教えちゃうっていうんです。教えてみや先生ですよ。いいんですか。はい、いいんです。そうですか。はい、いつお聞きの皆さんだけ。本当ですね、はい。皆さん本当に得されてると思いますけれども、はい、そうしますと、その先というのは次週と、そうですね、いうことになりますが、はいはい、最後にちょっとだけお伝えしますけども、はい、上半身の目的っていうのは、言いたいことを言うだけではないです。相手に対して意思を正しく伝達して認識させて納得させて、はい、説得して信頼を得て実行決断に導くということです、その決断実行に導いてこそ特にお商売している上での情報発信は決着するわけですね。そうですね。認識させるだけで終わってるのが多いです、確かにどれだけいいかとかどれだけ美味しいかとかそれをそうですかって分かってもらったらそれでちょっと満足してしまって もうそれが目的になっちゃってるんですよ。 それではお商売にはつながりませんよ。確かにそうですね、はい、物を変える必要ありません。さらに伝え方を知るだけで売れるようになってきます。わそうすると皆さん変えなくていいんだ、そう商品が悪いんじゃない、悪いんじゃないんだっていうところで、はい、ラジオを聞けばいいそうですね、はい、それが最善の策ですね。全勝していただくために、はい、日々聞きましょう。日々聞いていただきたいと思います、はいはい、ではその気になりますその先のステップ、はいはい、ということの手法に関しては次週お楽しみに、はい、していただきたいと思います。三輪先生今週もありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生このコーナーは
中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター、並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生よろしくお願いいたします。お願いします。さて今月はまた皆さんぜひ聞いてほしい、お商売に直結するですよね、はい、聞き逃してはいけないというような内容を本当にお伝えしていただいておりますが、はい、先週は目的別の情報発信、はい、3つのステップを伺いました、ね、人が物を欲しくなる情報発信3つのステップについてお伝えしています、ね、はい、そうだったのかっていうところで私も、はい、伺っております。結局ですね、いいものだっていうことだけ知ってもらっただけでは売れないっていうことですね、ということですね、お店にたくさん並べていっても売れないっていうのもそうですよね、まあ、試食してもらうっていうのは誤解に訴える決断実行に導く一つの近道ではありますが、試食ってキリがないので、それはお店にとってはロスになったりもします。だって一袋全部食べれちゃったら、ね、その分売れないってことです。そうですよね、極端なんです ね、 そうですね。決断実行に導く言葉の並べ方、これ配列って言いますけども、これをその目的別情報発信の3つのステップの種類としてそれぞれどんな配列があるかっていうのを今日はお伝えしようと思います。はい、本当に物がいいってことが分かってもらえれば買ってもらえるんだろうなっていうぐらいしか思ってなかったので、 そんなにみんないい人じゃないそうですよね、お人じゃないですよ確かに自分もそうだなと思って、でしょ、はいはい、いいものいいものって売り込まれたら警戒するでしょ。警戒しますね、逆に押し売りはダメです今時は。そうです、ね、っていうのはやっぱり昔はね、情報がないから、うん、他に選択肢がないからですね、今は選択肢が多いんです。インターネット、そうですね、家帰らなくてもスマホで見れちゃいますから、比べたりできますもんね。選択肢が多いから、うん、ですからいいものっていうことよりも、うん、選ばれるための仕組み仕掛けを作らないといけないと、ね、いいですいいですっていうことじゃないんです、それは、はい、その辺をちょっとですね、はい、お伝えしようかな。あ、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします、はい、まずは、はい、情報提供型の場合ね、興味関心を持ってもらう、はい、情報提供型の情報発信の一つ目、物事が起こった時系列で説明していく、はい、例えば分かりやすいのが、お寿司、美味しいお寿司を食べに来てもらいたい、はい、これは大間の漁港で獲れたマグロですっていうだけでもちょっと想像できるでしょ、はいはいはい、漁師さんが一本釣りでっていうと興味関心が湧きますね。それお寿司美味しいですよってことじゃないですよね。あ、本当ですね。だからいいものですいいものですじゃないでしょ、ないですね。それは時間を追ってどういう苦労のもとにとかね、そういう体験を想像しながら、それを伝えることによって徐々に徐々に興味を持ちますよね。持ちますね。握りたて、俺の握った寿司はうめえに決まってるだろうじゃあダメなんですよね。あ、なるほど。どこで取れたとかですね、いうようなこととかですね、どれぐらいの鮮度を保って何時間ぐらいで届いたとかですね、気になりますね。そうです、どういう保存状態だ、そのためにどうやって締めてるとか、あ、美味しいに違いないって想像してくれるじゃないですか。そうすると美味しいですって言う必要はない。へえ、ね、本当ですね。そういうことを時間を追ってどうやってそれができてきたかっていうことを伝えることによって、いかに貴重なものかとか、それが選ばれる理由ですよ。ここでしか食べれないとか、今しか食べれないとか、その理由ってそういうふうにできてきた、時間を追ってどういうプロセスでできてきたかっていうことを伝えるだけで十分なんですね。飛騨牛も、実は岐阜県全域で作っている飛騨牛なんですけど、やっぱり一番の元はやっぱり菅生高原とかですね、ああいう高原の1000年前の石清水を飲んで育った牛があって、ちょっと違うかもそうですね、思うでしょ、思いますね。ね、
水道水飲んで育つ牛と千年の岩清水飲んだ牛では全然違うんです。違いますね。水が違うとお肉の質が違ってきます、うん、腐らない水、うん、お助けの水ってあります。五穀米、うん、これを飲んで育った牛は今熟成肉って言って2週間、もっと長く3週間、1ヶ月2ヶ月置いても水が悪くならないから腐らないです。熟成肉、本当の熟成肉ってそういうもので知ってきたらどうですか？買います。箱買いします。美味しいお肉ですって言わないんですよ、ね、それで伝わるんです。それが時間配列といって、そのものができるまでの成り行きを伝える魅力が伝わりますね。そうですね、そういう伝え方、興味関心を持ってもらう情報提供、いいものですとは一切言ってない。そうですね、それなのにすごくその商品に対して興味が湧きますね。 そこが大事です。五感に訴える、想像に任せるってことです。想像にお任せしますってインタビューでよく言いますけど、そんなことじゃないです。もう一つはどういう要素で構成されているかっていうことを、項目配列っていうのがありまして、例えば鮮度はどうとか、調理はどういう調理をやったとか、市場での競りでいくらで卸してとか、栄養価はどうでとか、どこに食いつくかはその人によってこだわりによって違いますから、いろいろな項目ごとに伝える項目配列っていうのがありますね、確かにその人が何を重視するかっていうことはちょっとわからないですね。わからないから、いろんな切り口から伝える。車でもエンジン、出力、タイヤの静かさとか、ハンドルの効き具合とか、ブレーキが何メーターぐらいで止まれるとか、それ安全を大事にしている人はブレーキのことを気にするし、静かな空間を求めている人は何デシベル以下とか、そういうようなことを項目配列と言いますけども伝える、いい車ですって一切言わなくていいんです。その性能について項目を伝える項目配列ですね。これが情報発信の、情報提供型の伝え方、時間配列と項目配列です。そして説明型の場合、3つあります。3つ先にお話します。空間配列、分類配列、因果配列、それぞれどういうものか順を追ってお話ししていこうかな。まずは空間配列、そうですね、空間配列はですね、お寿司屋さんの場合、お店の前に大行列、2時間待ち、途中で打ち切られる、聞くと、あ、並ばなきゃ、行かなきゃでしょ。まずそうやって動機が生まれますよね、で、にぎわいあふれる店内の息のいい板前さんが威勢よくやってます、そこに行きたいと思いますよね、美味しいに間違いないと思います。そうです、板前は何年修行して厳しい修行から生き残った板前が握ってる。僕も握ってほしい思います ね、はい、そこに出てきたお寿司どうだって言ったら一切美味しいって言わないんですよ。それがその空間を表す、表してるだけですよ、行列なるお店で、そうですね、でそういう風に順に伝えてる項目配列と近いんですけども、それを空間でもって、ですから想像しやすいんです、生活の中に取り組む、だからいかにもそこにいるように思わせる空間配列とか、それです。本読んでるみたいな状況描写、本もだから小説家、上手な小説家ってそれをちゃんと記述してるって、起承転結じゃないってことなんですね。そして分類配列です、これはそれこそ項目配列と近いんですけども、もう少し時間を追ってです。だから自動車で言うと、乗る前にはあれとあれとあれを点検する必要があります、運転する時の操作の手順を教えます、曲がる時には間違いなくウインカーを出しましょうとかですね、ウインカーを出すだけではいけません、右左左を押してもう一度右を見ましょうというような運転のプロセス、そういうことを伝える、
機能別に分類して説明する。そして乗り終わったら点検整備に出しましょうっていうの、使ってる人の必要な様子を伝えていくと、あ、自分も使いたいと思ってくるんですね。食べ物の場合だと、味はどうだ、見た目はどうだ、口触りはどうだ、匂いはどうだ、食べた食感としてどんな音がするとかね、それ五感に訴える情報を伝えるのは分類配列っていうんですけども、それを言っただけでやっぱり食べたくなる欲求が生まれるってことですね。これにテクニックがありますけど、まあ、まさに小説っていうのはそういうことを上手に書いているってことです、本当ですね、はい、それは習ったことないですよね。ないです ね、 ねナビゲーター7がないやっててもそれは習ったことないです。初めてです、ね、こういうのは知ってる人は知ってるんですね。僕らはそれはアメリカで習ってきました。学問として教えられるんです。全員知ってますよアメリカで。そうなんですか、はい、大学行くとね。そして因果配列、はいね、仕事が忙しくてストレス溜まってラーメンばっかり食って、その後ビールなんか飲んでると高血圧、高脂血症、糖尿病になりますよって、そしたら動脈強化になって脳卒中ですっていう順番、物事の原因と結果の因果関係で説明するのは因果配列、はい、だから何々をしなきゃいけないみたいな、病院に行くとか薬を売るとかそういうのは、あと保険を売るとかいう時はこの因果配列が効果的なんですね。保険入らなきゃやばいよっていうことだけ言うんじゃなくて、日常の情報、はい、よくあるんです。ストレスあってラーメン食っちゃうとか、ついつい夜食食べちゃうとか、はい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 、そんなことばっかりしているとっていう、この物語を伝えることによって、あ、気をつけなきゃとか、あ、ジムに通おうとか、いろんな方策があると思うんですけども、はい、あ、お薬のサプリ買わなきゃとか、いろいろあると思いますね。そういうことを伝えることによって、はい、物を売る、サービスを提供する因果配列だん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 買わなきゃいけないって思ってくる、必要に迫られる感じがする。そうです、その伝え方ですよね。いろいろ切り口あるんですが、こういった配列、言葉の順序によって人は徐々に徐々にその気になっていくっていうことです。これはねちょっと特ダネですよ。普通教えてもらえないんです。言葉の順序って大事ですね。大事です、本当に。へー、 そうですね、それの究極がラジオやテレビでの通販っていう。通販だってその30秒ぐらいで、そうですよね、0120ってかけちゃうんです。かけちゃいますもんね、不思議だなと。言葉の順序だけです。でいいものいいものって言ったことは言わないですよ。へー、ちょっとだけ言うだけですかね。へー、で30秒ずっといいものですいいものですいいものですって誰も買わないでしょ。確かにそうですね、うん、そうなんです。それはこの情報発信の3つのステップを上手に使う、そしてその言葉の配列、これを巧みに構成すると人は物が欲しくなる、売る側からすると買ってもらいやすくなるっていうことです、はい、なるほど。ぜひ普段 の、 あのセールスとか、まあ、お話の接客の仕方とか、ね、ちょっと見直していただいて、ね、点検していただきたいですね、はい、これは恋愛関係でも一緒です。物を買うっていうのは欲しくなるっていうことだから、うん、同じなんですね。はい、そうですか。なんかどんどんあのもっと伺いたいところなんですが、時間になってしまいまして、限られてますね時間はね。はい、そうですか。いや、そうしますとその先ですよね、説得型ってやつです。はい、単刀直入に欲しくなる配列っていうのが実はある、テレビショッピング、ラジオショッピング、通販番組に隠されています。わあ、じゃあその裏側仕組みを最後25日クリスマスプレゼントで皆さんにお伝えしようかな。わかりました。皆さん、先生からのプレゼント楽しみにしていただきたいと思います。今週も三輪先生ありがとうございました。ありがとうございました。
このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp おはがきは郵便番号506-0021高山市灘町5-95-10郵便番号506-0021高山市灘町5-95-10皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。お願いします。メリークリスマスですね。どのように皆さんお過ごしでしょうか。はい、今日は三輪サンタさんをお迎えして、はい、とっておきのビッグプレゼントを、してお話をしていただけるということですので、最後までじっくりと お話を、ね、聞いていただきたいと思います。はい、はい、先生今日は先週に引き続き目的別情報発信と言葉の配列ですね、はい、これ大事なんです。それによって人はその気になってくるっていう仕組み、仕掛けですね。これをお伝えしていますね、はい、今回は人を決断に至らしめる説得型、相手が本質的に変わることを求めていく言葉の順序です。はい、はい、気になりますね。気になりますね。これはですね、はい、お伝えしたように通販番組、ラジオショッピング、テレビショッピング、こういったものが基本的にラジオだと言葉だけで、はい、ね、ですね。ジャパネットさんってラジオショッピングから始まってます、言葉だけで、はい、欲しくなる。それも短い間ですね、ですよね。逆に長いとずっと皆さん聞いてないですから、短い間で伝えるということです、こういうのを最終的にはきちり教えますが、まず一つ、はい、その前に、はい、問題を提示して、はい、次に解決法を説明するという問題解決配列というのがあります、はい、これはいつまでもテレビばっかり見ていると宿題ができなくなって、成績悪いから早く勉強しなさいって、これ問題解決配列です、はいはい、親と子の、はいはい、と一緒ですね、はいはい、これは保険を売ったりするときはね、使われてますね、こういうものの世の中に問題が起きています、これはこういうことが理由です、それを解決するにはどうしなきゃいけませんというようなことを伝える内容ですね、はい、ここはさらっと直していこうかな、はい、一番大事なのは相手をその気にさせるステップを短く伝える中で伝える、はい、この配列は動機配列、動機配列、はい、人の動機っていうんですね、動機切れじゃないんですよその気になるという動機ですね、はい、動く機械の機っていうことですけどもね、はい、これは結構マーケティングの領域がアメリカで発達しています、学問として発達していまして、そうですね、アラン・モンローというですね、はい、心理学者がですね、はい、マーケティングの検証の中で、
編み出したというか、はい、見出したので、モンローの同期配列というふうに呼ばれています。はい、通販番組で事例をね言います、端的にね、はい、日本通販番組はそれはどっちかというと踏襲していなくて、品質と価格と受け渡しの条件とアフターサービス、こういう、まあ、従来が、まあ、日本人にとっては一番理解される。例えば事例で言うと、この60インチの亀山モデルっていう、ね、なんか似てますね。似てるでしょ、ね、似てるね。だんだん似てなくなってきてるんですけど最近。いや似てますよ、ね、ちょっとびっくりしました。綺麗でしょ、奥さん見てくださいって言うんです。そうです ね、 ね、今ならこれがあって9万8000円って言うんですよ。これ品質価格、はいはい、さらにって金利手数料って、いや、ね、言ってますね。受け渡し条件今ならこれもつけてってやるんですよ。やります、ね、サービス、サービス、これが日本の典型的な通販番組のクオリティ、コスト、デリバリー、サービスっていうこの4つのステップなんです。これで十分日本人は欲しくなるんですよ、うん、そうですね。それは日本の思考パターンが、品質いいものです、いいものですって、うん、でもずっとあれは手を返しの中商品が変わっていくから、うん、それで通用するんですよ、でもこれを手短に端的に伝えようとするとアメリカ型っていうのは全然違うんですね。それは、衝撃的な内容から入って、数値的な事実を伝えて、お客様の声を伝えて、まあ、大体買ったら嬉しいんで喜びを伝える、インパクト、データ、ボイス、デライトって言うんですけど、衝撃的な映像、例えば保険なんかだと雨の日に電柱にぶつかってる車のシーンから入って、困った困ったって、世の中には交通事故が何件あります、ありそうで、でも電話かけたらつながってすごく安心しましたみたいな、入ってなきゃいけないこの保険って、こういうスタンスね、はいはいはい、違うパターン、違うでしょ、違いますね、まあ、物によってもですね、使い道ってあるんですけども、通販番組の、まあ、簡単に言うと日米比較においてですね、これが配列の違いですね。うーん、それを5つのステップで伝えるのがモンローの同期配列というやつです。典型的なパターンがあります。万全ですか、ドア開けとくと泥棒に入られちゃいますよ、今時はなんかつけてこなきゃいけないんじゃないですか、空き巣が増えていますよみたいな、でもこのカメラがついていればスマホからも見れますみたいな、安心して子供を留守番させてもお出かけできますねって、さあ備えましょうっていうのが典型的な同期配列です。だん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 必要に迫られて、そうですね、欲しくなるというか必要に迫られる、必要に迫られますね。先ほどの保険もそうです、ご存知ですか、こんなことたくさんあるんですって、見てくださいこんな問題が、これね一番わかりやすいのはね、洗剤、オレンジの皮を使った洗剤ってあるじゃないですか、はいはい、ありますね、油が落ちるって、これね通販でよくあるのがね、あの台所のセット、舞台ね、あ、はいはい、皆さん知ってますか、換気扇取ってみて裏見てごらんなさいみたいな、あ、裏でべっとりわーって、こういうリアクション、はいはい、リアクターって言うんですけど、はい、いわゆる隣の人がリアクションしながら、こんな油をつけていると細菌、雑菌が繁殖して肺炎になってしまいますよみたいな、でも任せてよ沖縄、このオレンジピールの洗剤があればシュッシュ一吹き、わあすごいすごい先生お上手ですね、私も買わなきゃってこれ持ちネタなので売ってらっしゃるんじゃないですか、売れる、僕実用販売したら絶対売れる、売れますよ、ご存知ですか、はい、こんな問題が、でもこれにて納得、こんな具合に買いましょう、これ5つのステップなんです。これモンローの同期配列でいうとものが売れるんです。ですから、あのああいう東急ハンズとか百貨店の実演販売少ないですけども、はいはい、スーパーで実演販売で包丁とか売ってる人いますよね、そういうのは
もうテクニック高度な人はこのパターンで売ってるんです。そうじゃなくても先ほどの日本型、いわゆるジャパネット型のパターンでももちろん売れますが、これがだん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 高度化しているのが通販のテクニックなんです。これをですね紐解いていって、どういう構成になってるか、これをきっちりとお伝えするのが皆様へのクリスマスプレゼントですね。欲しくなりますよ。欲しくなりますただ会社さんによって売るもの違うし、その背景が違うので、それぞれに作っていただきたいんですけども、相手をその気にさせるステップ、動機配列ですね、これ1番聴衆、聞いてる人の注目を集める、ですからそれがインパクトのあるような衝撃的な情報がいいんですね、何か困ったことっていうことがいいんですよ。こんなことで困りじゃありませんかとか、こんなことあったら困りますよねというような、さっきの換気扇の裏真っ黒とか、そういう話とか、自動車ぶつかったらどうするみたいな、ある意味切迫観念に駆らせるっていうんですけども、ちょっと焦らせるってことですね。でその問題点を明らかにするっていうのが2番目です、こんなことしてるからなっちゃうんですよ、いわゆるあるあるなんです。あったら困ること、でもそれは日常の当たり前の中のあるあるで起きるんですよっていう、それに対して3番目、解決策とか解決案、これを示す、それがまあ自分のところの商品ですけどね、一切いいものって言わないんですよ、必要性に駆らせるわけです。問題があって原因があって、その解決策としてうちの商品サービスがあるんだということをじわじわと伝えていくんですね、で4番目に解決策の有効性とか解決後の満足感、備えてよかったっていうやつ、買っててよかったって、お客様の声っていうのもそうですよね。そうですね、あの通販番組でタレント使ってですね、私このお布団に寝てたから勝てたのみたいなのあるじゃないですかありますね、これは有効性とか満足感を伝えてる、だからいいものって言ってないんで す、 そうです、ね、メーカーさんは使った人がよかったっていう実感を伝えてる、でもちゃんと個人によって差がありますって書いてありますけど、それは客観性を保たしてるんです。だから押し付けじゃない、こうやって言ってる人もいますよって、で最後に行動に訴えかけてまとめる、買いましょう0120フリーダイヤル電話、5番目はもうだからもうそこの叩きかけるだけ、だから一切いいものですっていう情報を伝えないんです。価格も高くて売れちゃうんです、逆に。だって欲しいものってそんな安くて誰でも買えるものだったら、あらそんなんじゃんって思うじゃないですか。人を説得するための論理展開を提供すると価格競争に陥らないんです。だって欲しいと思う。そうですよね、その値段に関係なく、関係なく欲しくなったら高くても買うじゃないですか。買いますよね、そこへ持っていけるってことですね、論理展開。そうです、これが動機配列というもので、聴衆の注目を集める1番目、問題点を明らかにする2番目、解決策解決案を提示する、これが3番目、そして解決策の有効性、解決後の満足感を伝える、これが4番目です、そして最後に行動に訴えかけてまとめる、これが5番目ですね。この5つのステップを順を追って伝えていくことが人を説得するためのステップなんですね。これを活用していただくとですね、お客さんはですね欲しくなりますよ、そうですね、まずあのラジオショッピングとかテレビショッピングを聞きたくなりました、そう聞いて検証してみてください。検証してみたい感じ、まあ、どっちかのパターンになってます、あとはそこに時間を
ストップウォッチで時間がバーッとカウントしていくとか、あと残り何個ですって言って焦らしたりするのあるんですけど、それはどちらかというと日本型のねやつです。受け渡し条件としてもうあと残りわずかですか、時間あと何秒ですっていうのはクオリティコストデリバリーサービスのうちのデリバリーの部分ですね。ここであと限りなく少なくなってきたという条件を提示して、あ、買わなきゃって思わせる。欧米では そこはあまり必要ない感じなんですか？パターンあります。ものによって高級なものほどそういうふうに切迫観念からした方がちょっと躊躇するじゃないですか、高いものだと、はいはい、そうするとちょっとジャンク感後押しするっていうか、もうないよっていうことによってワンステップ進ませる、そういうのをかませるってことありますね。なるほど、これですいやーためになりました。本当にね、あのぜひこのモンローの同期配列、はいはい、皆さんも覚えていただいて、もう今日から活用していただきたいですね。お正月商戦がやってきま す, す、ね、クリスマスでのびりだけはしてられません、はいね、年末の商戦がまだ残ってます、はいはい、ね、ぜひあの笑顔で人が欲しくなる仕組み仕掛けを、はい、そうですね、使って、ええ、まずは在庫処分しちゃう安く買い売り切るんじゃなくて、ええ、ちゃんといい値段で買ってってもらうためにはこういう仕掛けが大事ですね。はい、ということで本当にあの素敵なプレゼントをありがとうございました。はい、はい、そしてあの今年最後の放送ということになりまして、はい、今年もたくさんのことを教えていただきましたが、はい、またあの来年、はい、2018年もそうですね、先生からますますパワーアップして、パワーアップして、はい、いろいろ教えていただきたいと思います、はい、あのどうぞ良いお年をお迎えください、はい、先生、ありがとうございました、はい、皆さんも良いお年を、はい、今日も宮先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 0577-37-0765、 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、ヒッツ FM@hidanet.ne.jp、 おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10、 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10、 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。